Representing Bulgaria. Excuse me. On the ice, representing Hungary, Yulia Sebastian. 18番、ユリア・シュベシチェンさん、ハンガリー。ハンガリーの16歳高校1年生、荒川選手と同じ年、ユリア・セベスチャン。シビルドフのワルツ。まずルッツ3回転は失敗。ビールマンに持っていきます。62cm のスパイラルステップ。ステップからトリプルトー、これは立った。最後のサーキュラーステップです。最初のジャンプの失敗がその後もう一つリズムに乗れなかった、乗り切れなかったハンガリーのユリア・セベスチャン。コンビネーションスピンではビールマンも入れ、そしてこれがそのスピンですが、体の柔軟なところ、1m62cm、50kg。スパイラルのポジションからそのまま入っていきますダブルアクセル。この辺の身のこなし、体のバランスはなかなか運動神経、潜在的能力を感じさせますユリア・セベスチェン。黒い瞳、ブラウンの髪、白い肌、ポニーテールにまとめていますユリアさん。81年5月14日生まれの16歳。一つのジャンプが、なかなかうまくいかなかった。しかしその後の技を一つずつこなしていきました。8つの要素のうち7つはこなしていきましたが、どの程度技の正確度、それから難度、こういったものをジャッジがどう評価するか、そして
プレゼンテーションとしては音楽に合った構成になっていたか、調和が取れていたかどうか、独創性があったか、あるいはリンク全体表面を十分に使っていたかどうか、まあ、フィギュアスケートの場合はいろいろなところでバランスというものが出てきます。ジャンプを前半ばかりにジャンプばかりを前半に集めるとかそういうことではなくて、スピンとジャンプとステップをうまく散らしていくということも必要です。 4.0 から 4.8 という少し評価が分かれています技術的な部分エレメンツ。プレゼンテーションは5点台が半数近くのジャッジも出しています。12位、トップはクワン、2位リピンスキー、荒川8位です。